なあ。それじゃ、行くか。そうして、検定試験が始まった。さてと、先生相手の試合審査は後で、まずは型の演武の試験からだね。ああ、演武の審査場が分かれてるから、とりあえずどこに…その反応でどういうことか想像がつくよ。ライオス殿、今回の演武試験は見ものですな。順番待ちの間、卑しい田舎剣術使いの演武を拝めるとは。ウンベール、型らしきものも何もない剣術に演武などということがまず間違っている。曲芸の方が正しい呼び方であろう。まさに、どんな芸を見せてくれるのか楽しみですな。ユージオと俺は同じ会場だ。それからあいつらもね。なんだか嫌になるよ。勝手に言わせておけばいいさ。奴らが笑おうが試験の結果には関係ないからな。ユージオやるじゃないか。みんなユージオの型に見とれてたぜ。そうかな。まだ結果が出てないから何とも言えないよ。やっぱりユージオは型が得意だよな。俺も見習わないとって思うんだけど、なかなか難しいんだよ。キリトの演武の早技を真似する方が難しいよ。未だに違反にならないかどうかヒヤヒヤするんだ。安心したまえ。お兄さんはまだ一度も早技の演武で教官に怒られたことはないぞ。ただいまよりライオス・アンティノス初等練士演武試験を開始する。ライオスの演武か。授業の実技で型をやっているのは何度か見たことがあるけど。ああ、俺もだよ。よろしくお願いします。あの構え。なんだ、ただ型の演武をやっているだけなのに、ひしひしと殺気が伝わってくる。せキリト。ああ、口だけだと思ってたけど、あの動き。そうだな。や、きっと奴の型から感じるこの気迫と殺気は本人のイメージによって生み出されたものだ。言うならば絶対的な自尊心。そしてそれは他者を踏みつけるたび拡大していく。奴は何よりも誰よりも自分が貴族であることを誇っている。え、それってどういうこと？ライオス・アンティノス、審査をこれにて終了する。ライオス殿、お見事です。見たか平民、これがハイノルキア流貴族の剣なのだ。なあ、うん、
さ。この日の検定試験でライオスとウンベールはこれまでにない高順位へと上り詰めた。型の演武、教官相手の剣術試合、そのどちらでも俺とユージオンに拮抗したのだ。あいつらがあんな実力を隠してたなんてね。ああ、やっぱり思った通りだった。奴らおそらくこれまで手抜きをしてたんだよ。でもなんで手抜きなんてする必要があったんだろう。あいつらが上級修験士の先輩に頭を下げて身の回りの世話をしたりする光景、思い浮かぶか。全然。そうか、そば好きになって人の世話をしたりするのが嫌だからわざわざ入学試験では手抜きしたってこと。でもその後はなんで。あくまで推測だけど、学年最後の進級試験でだけ勝てばいいって思っていれば、普段は。そして今日本気を出したのは目の前で俺と友情が見ていたからだろう。まあ今後は注意した方がいいな。ただのバカないじめっ子ってわけじゃなかったってことだ。なんだか理解できないよ。だって彼らがまともに練習している光景も見たことないし、一体なぜそんなに強いんだ。あの方を見て感じなかったか。え、古代な自尊心だよ。自分は貴族で誰よりも偉いから誰にも負けると思っていないんだ。自尊心。あいつらは確かに自尊心の塊だ。でもそれを強さに変えられたらたまったものじゃないよ。心配するなよ。奴らに勝つ方法ならあるぜ。勝つ方法？この世界では剣に何を込めるかが重要なんだ。剣に何を込めるか。ああ、自分が誇れる何かだよ。それが奴らにとっては古代な自尊心なわけだけど、
優勝にだって込めるものがあるだろ。難しいな。だって僕はまだまだ剣士としては未熟だ。修練は重ねているけどすぐには思いつかないよ。ああ、それでもお前の剣に込めるべきものはお前が見つけなきゃいけない。ユージオにもいつか見つかるさ。俺が保証するよ。うん、だといいな。ねえ。なあ。ん？つまり。へえ。だけど。そっか。そういえば、うん、あのね、それでだけど、なあ。それででも友次は、そうだ、キリト。なあ、よし。おめでとう。もしかして。ああ、それで。やれやれ。大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。よかった。大切にするよ。ああ、あのさ、なあ、キリト。でも、つまり、ユージは。うん、キリト、大丈夫だよ。ああ、
あれ？ねえ。ね？頼む。なあ。そう。あのさ、それは、ああ、なあ、ダメだ。頼む。メディナ。どうして。俺たちが北セントリア定律修験学院に入ってもうじき1年が経とうとしていた。お前に稽古をつけるのもこれで最後なのだな。ええ、最後だからこそ一つ聞かせてほしい。何ですか？キリト、お前のアインクラッド流にはまだ私にも見せていない先があるな。アインクラッド流の先、おそらく上位ソードスキルのことだろう。だが訓練用の勃起の優先度では発動することができない。私は幾度も考えた。一体なぜお前は私と同じ独自流派の使い手でありながら一点の迷いも持たないのかと。そしてあることに思い至ったのだ。お前のその揺るぎない強さ、そして自信の理由、それはお前が秘めたる力の中にあるのではないかとな。私はただ見たい、いや知りたいのだ。この学院を卒業する前にお前という剣士の全てをな。わかりました。近々必ずリーナ先輩にお見せします。アインクラッド流のさらなる秘奥義を。ありがとうキリト。それでは始めようか。今日は一年の総ざらいだ。はい。さあ行くぞ。Yeah!
ありがとうございました。お疲れ様、キリト。本当にお前は成長したな。まだまだです。謙遜するな。これまで私が世辞を言ったことがあったか。あ、いえ、リーナ先輩はいつも本音で俺に指導してくれました。分かっているじゃないか。妙でな、お前の成長を嬉しく思う反面、少し寂しいような気持ちもある。リーナ先輩、稽古はこれで最後だ。だがお前にはあともう少し私のそば好きとして働いてもらうことになる。最後までよろしく頼むぞ、キリト。こちらこそ、最後まで厳しいご指導よろしくお願いします、リーナ。いいのか。それでは稽古終了と言ったが、そこまでの厳しさはちょっと冗談はほどほどにしておこう。だがキリト、お前とユージオに頼みたいことがある。課外授業の依頼がまた来ていてな。何でもまた貴族の資料地で獣が発生しているらしい。わかりました、友情に話してみます。ああ、よろしく頼むぞ。